ハァーめぇ、リスチュフォリ。<noise> funny えっ、てかさん、えいつから英語お借になったのおーそれはもうキャンブリッシュ。ってことで、今日のスポンサーはキャンブリーです。<noise> キャンブリーっていうのはね、まあ、英会話ツールなんですけども、なんとね、先生全員がネイティブ。 はい、で好きな時にいつでもどこでもアクセスできて予約しなくてもレッスンが受けられちゃうんですしかもですねこのクラス一個一個が録音とかね録画を自動的にやってくれるんで後から見直せるだから MV テーブルも含めまた、あ、は自分の発音とかね全部見直すことができるんですいやこれはね英語の上達率なまら早いはいってことでねあの下の方の概要欄の方からクーポンコードゴールデンラッシュを入れてもらうとなんとねキャンプーの方で15分 無料体験できますのでぜひぜひ下のリンクからクリックしてくださいはえこれ案件なんかそのずっとビートをかけっぱにして、はい、適当にしたラップにアンサーしてアンサーしてみたいなすごっ東京で戦う軍資金がいるって思ってもうこれ手のひら返して怨念館あざすみたいな <laughs> <laughs> 俺も絶対一緒っすねみたいなもう入っちゃってるす気持ち一 <laughs> ヶ月入 <laughs> パー,ティーってみたいな。うん、で、おめでとうみたいな。いや、あざっすみたいな。で、リッキーさん来て。お前はやばかったな。みたいな。<laughs> 1000万何使う決まってんのみたいな。<laughs> 機材とか買おうと思ってる。みたいな。うん、バカ、お前、レンジローバー買えよみたいな。<laughs> <laughs> 税金払えねえわ。みたいな。<laughs> 明らかになんかおかにおしい光景が日常化するファンにもすげえ申し訳なくて「うん、大丈夫っすか?」とか言っ <laughs> たりとかするけど「俺が言いてえわ」みたいな <laughs> 寝起きで飲んで寝るまで飲んでもう内臓が酒に使ってるみたいなでほぼ覚えてないっすだからその頃のことははいということで。 <laughs> 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 今回のゴールデンレッドポッドキャストのゲストはオーソリティ君です。よろしくお願いします。いや、フォロムほんのさ、オーソリティです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。最高最高。俺結構、はい、あの、めっちゃバトルを見てたわけではないんですけど。オーソリティ君はやっぱ知ってたっすね。あ、ありがとうございます。音源とかも結構出してるじゃないですか。はい、結構あんなに精力的に音源活動しているラッパーとかも結構少ないかなっていう。バトルのマジですか。いるんですかね。 いやなんかもっと出さないとなっては思ってるしまじっすかはいやっぱなんかその曲だけ出してる人のスピード感にはまだ追いついてないああなるほどっすねそこ追いつきたいな,<こ>なんかバトル勝ちながら追いつけたら自分の正解みたいな感じなのかなと思いますはい、はい。なるほどっすねえでもやっぱ多分あのー、やっぱバトルを見てたバトルヘッズとかからしたら、はい、やっぱ <laughs> まあ、いろいろ、まあ、ちょっと深くどんどん入っていきたいとは思うんですけど、はい、まあバトルといえばも,、まあ、もちろんいろんなところあると思うんですよバトルサミットから2019年の優勝からいろんなのがあると思うんですけど、はい、まずなんていうんですかねオーソリティ君っていう人物像をちょっと考えるときに、うん、あの多分子供の頃一番最初の記憶とかあるんですか子供のののすすすかかあ自分一番最初の記憶最初初記記記憶憶憶ってどういうい い今の今の向きで言うと最後ってことっすよねその最後の記憶でも結構なんか俺叱られたことをすげえんか点々と覚えてるなっていう感じです <laughs> なん,なんかその毎日怒られてたんでその中でもなんか結構そのあれ母ちゃんめっちゃ泣いてたなとか<ー>なんかそのすげえ傷つけちゃったやつがいたりんかあれ絶対俺悪くなかったなとか <laughs> 結構その。<laughs> あるんですね。あそうだですね。ピックしてるスタの思い出は <laughs>。え、でもなんでそんな怒られたんですか。いや、多分なんかその今俺本当ここ何年か東京に来て、そのちょっといろいろあって、うん、なんかその心の診療所みたいなそのなんかメンタル的な部分のお医者さんのところに行った時に、はいはい、なんかその ADHD 気味みたいなことを言われて、多分当時まだ平成初期 中盤ぐらいなんであんまなんか今ほど多分 ADHD とかそういうのなくてなるほどね結構なんかその自分が絶対合ってんのにみたいな感じで生きてるとやっぱすげえ怒られるみたいな社会背景みたいな社会背景だったと思うんですけ、ね、ああそういうことか俺が合ってるんで今現状 <laughs> はいはいはいそう、ね、<laughs> 別に間違ってないような感じはするんですけどえ一番怒られたことってなんですか子供頃に一番怒られ じゃ、行った時はでもやっぱなんか欲しかった。おもちゃ買ってくんなかったから、はい、そのまんまな,なんか持って帰ってきたらめっちゃ怒られそうですね。<laughs> <laughs> なんかその人のものは取るなみたいな。<laughs> た確かにみたいな。そ <laughs> の盗むとか良くないなみたいな<笑><笑>え。それは友達のってこと？ いや友達とかのは取ったことなくて<店>そのお店のやつを取ってみたいな楽しかったですね、はいはいはい。なるほどです。お店のも持ってきたんだ。お店のもそのまま持ってきてでもなんかそのいやバカだからなんかちゃんとガランガランとかなってんすよ。そのおもちゃ持って歩いてるからで母ちゃん気づいちゃって普通に、ね。そういうことで。で金払いに行って謝ってみたいな。<ー>ね、でも結構悲しかったっぽくて。はい,はいはいはい。ちょっとまあ危ねえなみたいな。<laughs> 知らず知らずのうちに万引きしてて。 いや万引きっていうか,なんかその万引きっていう概念がなくてうう欲しいっつってはい、はい、でお金払ってくんないのったら持ってくみたいな<ー>でも持ってって盗んでるじゃないですか小ゃい頃とか,なんかその病院めっちゃ行っててはい、はい、ちっちゃい頃は体あんま強くなくて、はい、それでなんか病院ってミッションじゃないですかその子供の頃 <laughs> 俺めっちゃ嫌いであの空間とか。<laughs> あのストレスに耐えたらご褒美ぐらい欲しい。まあね、そうね、確かに確かに確かに。母ちゃん、多分その手かかってたから、当時た分余計厳しくしてたから、ご褒美がなくてみたいな。いや、だるみたいな。今日注射打ってるよ、みたいな。そういうことですね。そういうこと、お茶ぐらい欲しいよってことですもんね。なるわ。そういうことか。買ってなかったなるほどね。そうなんだ。え、青森っすよね、ちなみ青森っすね。 青森の黒黒石石ってところで本当になんかそこ自体には何もないから基本なんか隣にある弘前っていうすげえでっかい公園があって桜がめっちゃ植えてあってなんかもういい感じですね城もあって城城,あて城があるんですよぼうでなんかその堀に。 その散った後は絨毯桜のそういうことか散っても綺麗な感じのスポットがあって、えー、<laughs> 吸いに行きたいっすねそれねはい <laughs> 多分超最高だと思うんですやばいっすね <laughs> そっかそっかそこで遊んでたんですか結構なんかその弘前っていう街で遊ぶことが多かったっすねはい、はい、うんえでも結構最近までずっと青森っすよねそうっすね今3年目とか三、ね、年目京上京してはい上京して3年目え,ー、え中学校とかどういうこともあったんですか中学校は どういういまあだからなんかそのあんま友達作りづらかったっすねなんか俺ああん小学校の頃いじめられてたし なんか囲まれて鳥かみてえにこうボコンボコンって蹴ったりとかするみんな倒すみたいな,なんかノリあるじゃないですか分 <laughs> <や>かんないけどそういうノリがあったんだな,なんかあってでなんか一人だったら俺別に負ける気しねえなとかつってそ,かそいつらには勝てなかったんすはい、はい、常に34人とかでいるからね狙い撃ちするタイミングがなくて。はい <laughs> で、なんかそのやり方がめっちゃ。そ今はもう友達だから、めっちゃあれなんですけど、その子供ってなんかナチュラルに卑怯じゃないですか。俺のその買ったばっかりの、その。うん パーカーのフードをちぎったりするんですよ。そ,のそれ結構価値でえぐいね。でそれとかなんかそのもみ合いになってる途中で、うん、なんかその力の勝負じゃなくて、うん、急にそういう技に移行するみたいな。<ー>普通に精神的になえるみたいな。だる <laughs> みたいな。普通に <laughs> そんなポンポン服買えるわけじゃねえんだからちぎんなよみたいな。<laughs> 確か,確かそれはそうだわ。そうだね。確かにね。なんかそういうバットとか入ってはもういいわみたいな。<ー>なんかすげえ小学校っぽいっすけど。<laughs> <laughs> ででで先生にもめっちゃ叱られるからなんかそのじみづらいっすよねなんかいろんな人とそれで全然友達多分あんまりいなくてあとそういう感じの学校生活だから親も家から出してくんなくてなんかその実家の方のなんか狭い部屋とかでずっとなんかブロックで遊ぶみたいな時期があって小学校の,その前半とか。 まだ一桁の年齢の頃とかはなんかそういう一人で何かを作るみたいなその狭いとこで <laughs> っていう遊びをずっとしててでもんかあんまりそうっすねどうなんだろうなんか楽しかったっちゃ楽しかったけどみたいなちょっとひっ他の人とはなんか違うのかなってめっちゃ思うんすねその小さい頃でも自分が他の人と違うなってすごい思い知らされるって結構あれっすよね それは俺結構ちょっっっと分かってやっぱ俺も結構目立つからなんかその学校とかでもなんか一回あったのが授業中に後ろのやつがめっちゃ俺に話しかけてきてで俺は授業に集中したいし怒られたくないから無視しようと思ったんですいないよ。でもめっちゃやるから「いやマジでさちょっとさ」みたいな感じ、はい、でちょっと一回話そうとして俺が話してその時に怒られたみたいな。しろみたいなはめじゃないですか。はい、ええー、みみたいない、えー、みたいいなな だってでそれがめっちゃ俺バッと入りすぎて腹立ってで家帰って親に言ったら「あなたは何しなくても他の人より目立つんだから気をつけなきゃいけないよ」って言われた時にめっちゃハってなってそっから結構なんかやっぱ自分が違うなって意識がめっちゃあって。 っっね、そうですねやっぱなんか強いやつにはハンデがあるっす、ね、<ー>なんかしらのその生、はい、き,きづらくなってるっすねそうかもしんないっすねその仕組みがはい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 でもまあ目立つからねやっぱ日本とかだとやっぱあれっすよねやっぱみんなと同じことできる人の方が何か生きやすいとかははいはい、はい、そんな感じするっすよねうんだと思うっす、ね、そうですよねなるほどねでもじゃあ一人でなんかするみたいななんか遊び方というかは結構慣れてるし、ね、慣れてるんだなんか でやれる趣味が結構多かったでねドライブとか釣りとかなんか大人になってから釣りも釣りもやってたです、ねはいはいはい、えハモリとかやったら確かに釣りスポットいっぱいありそうだな釣りスポットいっぱいあるっすねだよねはいあそうなんだえ今も釣りすんの今はちょっと東京なんでそっかまあなんか投げれるタイミングがあったら投げてるって感じですなるほどね、はい、えちなみにラップとかっていつぐらいから始めたんなんかもう フリースタイルしだしたのは多分17とか17とかだ高校2年生とかっすね結構遅い方っすよね結構遅いと思うですよね今が早いんす今が早いのか今が早い確かにいやでも俺も周り見ててえ若くねみたいなはいもう中学生からやってますみたいなはいはいすごくねみたいな市場が広がってるっすよそうっすよね完全にねだって野球は小学校に部活があるから確かにそうっすよね 確確かに確かかかにに全然そそそうううも考えるとそうか俺,俺も仕事でなんかその今ラッパーを夢見てる小学生とか中学生とか,か,か Zoom とかでそのなんかあの今ラッパーで飯,飯食えてるっていうか,なんかその活動してる人に話を聞きたいみたいなコーナーなんか多分テレビ番組みたいな。 BS とかが、はい、話してもうめっちゃピュアで <laughs> もうなんかそのでも若い頃のエナジーとかをその不良とかじゃなくて音楽に告げ込めればなんか10年後とかめっちゃ未来明るいかもみたいなすげえなんかいいなみたいな <laughs> 話してえでも不良とかではなかったヤンキーとかではなかったいやちょっとやったんですけど <laughs> 合わないっていうか<ー>やっぱなんか腕っぷしはその あの頃って合体で決まっちゃうからうそのやっぱ体が恵まれてるやつの方が強いしな、うん、なるほどねなんかそのどうし俺は負けず嫌いだから勝つってなったら多分手段を選ばないじゃなないい、うん、手段を選ばないと敷、うん、いちゃう文化じゃないですかちょっと主義が違うなみたいな<ー>窮屈だと俺は基本そこにいないんで何年かちょっとそういう友達といた時期にタイマーみたいなことやって。<laughs> でもなんかその殴ると自分も痛ぇなみたいなそのや,ったっそやったら分かったなみたいなその漫画とかでやっぱなんかあんな楽しそうに殴り合ってくからタイマンとかってめっちゃ気持ちいいのかなみたいな確かに確かに確かにね確かにいざやってみるとその終わった後仲良くなったりとかまあ,ああいうのはあるけどみたいなそ普通になんかやってる最中は自分も痛ぇなみたいなあんま向いてないかもってなって。 面白いなその彼はあんま聞いたことなかったかもしれないです確かに痛いっすよね普通に殴ったら普通に痛いっす顔面とか殴ってほぼないと思うなあマジで結構痛いっすねですよねんか確かにあんまり極力んかない方がいいそうなんだえっじゃあもうすぐラップを始めた時はまあその不良とかやってた不良とラップは同じタイミングやってたそういうこといやかそのラップをやろうってなった時に もう別に不良とかやる必要がないなってなってただなんかそのコミュニティ的にやっぱりなんか不良が近いコミュニティだったからなんか俺も不良じゃないんすよみたいな状態でもやっぱ不良の先輩とかがすげえ絡んできてた時期はあったっすね今はそんなにああそうなんだはいえっ俺ちょっとシーダさんを最初に聞いて始めたみたいな、はい、そうですねそういう感じだったと思うんですけどはいど,のたどうやってシーダさんを知ったんですかな何でそそれこそなんか そのヤンキーの頃の友達がなんか花と雨めっちゃ聴いててカラオケとかにもあったんでそうなんだんかその大体カラオケにたまってなんかちょっとこうその地方の不良っぽいことをしてみたいな感じだったからなんかそのみずっと歌っててみんなで聴ないてるうちに好きになって聴いててでなんかそのフリースタイル始めたきっかけとかはそのバズーカの高校生ラップ選手権でなんか同世代がラップ でテレビ出ててんのみたいやななみたいな普通にか超かっけえーパブロみたいな感じになっていろいろなんか MC バトルっていうのを調べて見てみたらなんかすげえコアなやつとかもかっけえなみたいな u、UM、b の地方予選とかもなんかいなたいし黒いしみたいなあんだこれみたいなその不良じゃないベクトルでちょっと俺の中でその。 ちょっと悪いけどかっこいいことみたいなのが見つかった気がしてなるほどねそしたらなんかシーダさんがラッパーだっていうのを知ってあれヒップホップなんだみたいなあれ,あれがラップなんだみたいな,な,たいなそういうことなんだ、はい、そっちなんだラ<ッ><ー>バトルのラップと全然違うじゃないですか違うっすねやっぱりでなんかそれクソかっけえみたいな,なってそういういとかとりあえず俺はフリースタイルから始めようっていうので始めたんですはいはい、はい それはなんですぐ楽曲意けなかったとかなんか普通に作り方わかんないし別に今ストリーミングとかないから当時はね当時はいはいはいでスタジオ撮って曲撮るってだけでめちゃくちゃ金もかかったし地元は分母も少ない場所とか手段のだからこの人と仲良くなって紹介してもらって このスタジオに行ってて、うん、で撮らしてもらもうみたいな子、うん、でもなくてただフリースタイル始めたばっかの元ヤンみたいな <laughs> ノリだから全然なんかラッパー風でもないしだからなんかとりあえずフリースタイルめっちゃヤバくなって<う>自分の名前が大きくなったらうん、うん、なんかその。 声かかけててくくれるる人が出てくると思うからそういううことかそうなった時にみんなにいろいろ聞いてん,なんか音楽のことを勉強しようみたいなそういうことかはいじゃあラップという、まあ、曲を作るための手段としてバトルを選んだみたいな感じなんだそうですねなるほどね結構おもろいななんかそれ結構なんかあんまり聞かないというか最初はまあもちろんその高校生ラップ選手権見てかっこいいからラップ始めてみたいなって多いと思うんですけどはい、はい、そこまで結構。 考えててやってたんだなと思ってそうですねだからなんかいざバトル出たらみんな曲を広めるために出てるからめっちゃ温度差があったっすねなるほどねあそういうことかもうある人たちがバトルでバトルをして俺曲やってるから聴いてよみたいなあそう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 いうことかはいなるほどねそっか当時はもう一曲もなかったのか自分で作った曲とか一応あったんですその地元のイベントとかでライブする時とかにあってみたいなそういうことか もうデータがどこにあるかわかんないですけど聞いたらハマるみたいなマジ意味わかんない曲作ってて全然ハマんないですで <laughs> 自分で作ってそう,そう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 だからなんかお経みたいじゃないですかカルトじゃんこれみたいなそれループのフックでみたいな聞いたらハマるとかってハマんねいメロディーみたいな超嫌だよ俺 でもそのなんかライブとかもやっぱ超どんすべりして落ち込んでてなんかそのクラブの前とかでこうやってしゃがみ込んでるとなんかそのキャッチしてる不良の先輩が「おい挨拶ねえのかよ」みたいな感じで絡んでくるみたいな「いや今それどころじゃない!」みたいなめちゃくちゃ落ちてるから「<laughs> うわ」みたいな全然はまってなかったライブで。<laughs> <laughs> そうなんだそうですねだからか、えー、そっからちょっと一旦 <laughs> まあ曲はなんかフリースタイルをとりあえずメイン軸でめちゃくちゃなんかそのグラフをとがらして一旦なんかその自分の強みを一つなんか作っておいた方がなんか思い通りになるかなっていうので一回フリースタイルばっかやってるみたいなそういうことかちなみにフリースタイル練習どうやって上手くなったとかあるんですか、はい うまくなっ,てったとか上手くなったかは分かんないですけどなんかその基本俺あんまりその始めた頃プレイヤーもいないしなんかその一緒にやってる人のレベルが高くないとやりたくなかったんです正直なるほどねだったら別に人で二人分やればスピード感も倍だしそういうことか、はい、ほう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 なんかあの に増える引き出しも倍ずつで増えてくじゃないですか。なんかそのそれが結構多かったかもしれない。その自分でめっちゃやってみたいな。はい、なんかその MC バトルの練習とか、うん、なんか自分で自分に何か言ってで自分で自分に何か言うみたいな。<う>で追いつかなくなったらちょっと発症節休んでとかえどういうことですか。なんかそのずっとビートをかけっぱにして、はい、でなんか普通に適当にしたラップになんか。 アンサーしてででそれにアンサーしてアンサーしてみたいなすごっでなんかその UMB とかの当時 DVD D で見ててその DVD D の人のやつをバーってかけてでビートピッて止めてアカペラでバーってなんとなく BPM の,の感じで返してまたピッてやってみたいなすごくねだからなんか MC バトルに勝つっていうためにはこれが一番最速なのかなみたいな。 あとそれでなんかその一人だけでやると感覚が変になるからんかちょっと誰かとやりたいなって時にサイファーとかにパッて行ってすぜみたいな <laughs> <laughs> なるほどねすげえなでもその練習方法、うん。人がいたら多分人とやってるんですけどね。やっぱそうか自分が なんかいい感じのレベルでできる人がいなかったんだそうですね俺持ってかれちゃうんで結構なんかその周りにピュアなんで <laughs> <laughs> そのなんかあんまりこう <laughs> 持ってかれたくないっていうか<ー>なんか自分のペースを保つためにううことかちょうどいい距離感でみんなとやれたらって感じですはい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  <laughs> なるほどっすね、はい、えー、えそれでどんどん練習してってでまあその UMB え2018年準優勝だったんですど あれ始めたのがその16から162016ずっと出てて4回目くらいであのやっと優勝してそうだ卒業っすはいはい、はい、卒業卒業えそれは2019年ですかそうっすね2019年マジヤバかったっすよねヤバかったっすねあの多分その MC バトルのためにやってきたことが一番ピークでなんかズドーンって はいはい、出てる感じがするです。MC バトル用のラップ？はい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 。なるほどね。って感じがなんか当時の自分とかをやっぱ見るんです。うんうん、今なんか変わってきてるの自覚があるから。はい,はいはいはい。そのやっぱなんか MC バトルに特化してるそのその頃のグラフはやっぱこうだなみたいな。うーん。<laughs> ジャキン。なるほどね。そうなんだ。いやでもえあれ正直どうでした？な何個四個五個とか全部優勝してるですよね。 5個<分>ここぐらい多分。優勝したす、なんか凱旋と、はい。スポットライトと。あと U. M. B. と。戦国。と。あとなんだっけな。なんか。うん、多分。なんか優勝してる。そうですよね。すげえよな、だって、今、で、戦国 U. M. B.。凱旋とか、もう。メインのバトルイベントなわけじゃないですか。そうっすね。今の。時代の。はい、それを全部勝つって。<laughs> どうでした当時のやってる自分はどういう感じだったんですかいやもうなんか今もう終わったっていうかなんか過ぎたからこう見れるけど当時はもうこうだったんでその場だけってことずっとバトル出てたんですよマジで,でしかも地元に仕事しながらいたからもう俺ンボールとか回収するあの新聞とかリサイクルできる紙類をなんかこうトラックに乗って回収する仕事しててでなんかもう その中とかでもずっとビートかけてもう運転しながらラップしてみたいなもうずっと気持ちを切らさないようにして<ば>で東京行ったらなんかもう満喫とかに入って何時間かこうマインド整えて会場行ってみたいなしゃ倒すみたいな <laughs> 倒したらすげえ憎くってみたいなすげえな感じだスポーツっすよねスポーツスポーツっすねなるほどバトルのその望み方がもうプロフェッショナルアスリートなんですよね そうですねアスリートチックに望、えー、<laughs> んでたんですね <laughs>、はい。どうなんですかね結構まあちょっと他の人に話になっちゃうかもしれないですけど周りもやっぱそういう感じなんですかバトルラッパーとかって。いや俺は基本天の弱なんで、はい、その本当にただ酒張りがうまくいっただけっていうか酒張りその自分のなんか大体いいさっき話したみたいに大多数が言ってることがあんまり正しいとは限らないみたいな価値観があったんでんかその。 バトルもいざやってみるとバトルの中でみんなしてるラッパーっていうかア,ッアティチュードそのラッパーのアーティチュードみたいなのがみんな結構同じで。あ<ー>でああとなんかそのああいうのって まあ俺も好きだけどなんかやっぱステージとかでなんか大きい口叩きすぎちゃったら裏でなんかこうなんだよみたいな感じになっちゃうじゃないですかああなるんだな,なったりするんですよでんかそのそういうのを別に俺はめっちゃなんかそのエンタメ的にそういう MC バトルが面白くて好きだからあれなんですけどなんか自分が揉めらかその絡まれるとだから不良やりたくなくてラッパーやってんのになんかそのラッパーの状態で不良みたいな絡まれ方するとせっかく切り替えた気持ちが確か嫌だから <laughs> か<に>。 ちょっとそういうのになんないような言葉を選べるぐらいのスキルはつけとこうみたいなそのバトルで,でもしそれでキレられたら普通に話すだけだし何かだから何かそのいらないこととかやっぱ言っちゃわないことをやっぱそのちゃんとんリスペクトできる部分が多分誰もあるからっていうのは意識してたらちょっとなんかやっぱ。 スポーティーになったなっったていう,かう結果結果的にかそれは自分でやろうとしたわけじゃなくて結果的にそうなってたって感じそうですね結果的にやっぱなんかそうなったかなって思うんですなるほどっすね <laughs> えちなみに結構やっぱマジであのインとかってマジでポンポン出てくるもんなんですかインはなんかやってる人は多分わかると思うけどなんか癖のライムとかがやっぱあるんでなんか,<ー>かりやすく言うとアイア,イアーとかなんかライダー,ーカイザー 毎みたいなんかそういうみんな自分の得意な母音があるんであそうなんだ得意な母音があるんだ多分分かんないけど俺はんかそんな感じがしててんかそのこの文字数でこういう感じの五感のライムみたいなの多分みんな好きなところがあってみたいなんかその好きなところとかポンポン出るんじゃないかなそういうことかーっリ大ィングの時はどこなんですかその好きな母音というか好きなポイントっすかこうういいが踏みやすとかあ バトルでっってことっすよ、ねはい、バトルでってるあーであも俺すいませんちょっとバトルしばらく出てないから今パッて出てこないしばらく出てないですもんねなん,かなんか相手が言ったことに対してなんかすぐ踏めるようにはしてるっすねうん、うん、へえそれが俺結構分かんないっすよねあの因があんな出てくるのがマジ意味分かんないっすよねえ、ね、<laughs> <laughs> でも慣れなんすかねな慣れだと思うっすねやっぱ練習で言ったことを出したりとかもするんですか 全然あると思うし本番のための練習なんでおそっかっていうのはそのなんか人が見てる前で100のパフォーマンスができるように見てないところでそのパフォーマンス力を上げてるっていう感覚そのフリースタイルなるほどねそういうことかそういう感覚だなるほどっすねもう祭りになっちゃえみたいなそういうことかおもろいななるほどねいやでも まあそのバトルの話になったらまあやっぱ下げては通れないと思うんですけど、はい、まあバトルサミットはいこれはやばくないっすかこれ結構やばかったっすね嬉しかった去年去年ですねもう1年経つんじゃあまあたたないぐらい、うん、そう8月結ぐらいぐらいですよねあれはえなんか俺ちょっと記事読んだんすけど最初出たくなかったんすか、はい、最初出たくなかったっすね <laughs> <laughs> えそれはなんでなんすか俺なんかそのあのバトル で、うん、あのちょっとねこれもまたなんか多分今バトル出てるやつの結構気持ちだと思うんですけど、うん、なんかバトルがやっぱバトルだけで盛り上がりすぎちゃったからさっき言った俺の,そのバトルで名前を売って音源をどうたらこうたらみたいなその ステップがうまくいかんのかったですよその UMB 優勝して2019年の次2020年にそのアルバムも作ってその当時はなんか UMB 優勝したら結構いろんな箱でライブができるみたいな感じの流れがあったからまあなんかそのどういう 客層とか関係なくとりあえず俺はいろんなところでライブしたかったから、はい、UMB 優勝してよしこれから全国でライブだみたいなタイミングで、うん、もうなんかコロナでそのライブ行けませんみたいなえっ上京したよみたいなそうっすよね普通に2020年ですもんね2020年でそ,っかそのタイミングとかでなんかそのいろいろなんかこっちでその,あのなんか大人に騙されたりとかもあったしなんかその 友達と一緒に寄れちゃったりとか一人でアル中になって部屋から出なくなったりとかなんかその結構いろいろんか最低なこととかもいっぱいやるぐらいなんか精神状態がめちゃくちゃもう駄で、でなんかその,その時とかにやっぱバトル出てよ出てよみたいなバトル出てよみたいな連絡ばっかり来るからその俺は音楽をやりたくて東京に来たのになんかその今。 こうなったら結局また求められてるのはバトルだけなんだなみたいな結構アルバムできよかったのになみたいなでちょっとすねちゃってなるほどねでそれでなんかそのバトルは嫌だとか俺はバトル MC と一緒にされたくないとか、はい、なんか今のバトルシーンはスポーティーだとか <laughs> 自分だってそのスタイルだったくせにいな <laughs> なんかすげえそのすねってこう周りが見えなくなって<ー>もちろん自分もそれでなんか そうなってた状態でバトルサミットの物件がマジでずっと切ってたからもうアウソ出てよみたいな、うん、いやもう本当ありがたいんですけどみたいな、うん、俺多分今出てもそのかませないからみたいな、うん、かませないんだったら出たくないみたいな、うん、だけどなんかそんな生活をしててやっぱり金は続かないんで、うん、その東京でその要は経費で落とせないようなものばっかりに金を使うわけじゃないですか。普通に 活動しないと、やっぱ動かなければ、ただ金は減っていくから、やべえなみたいな、普通になんか、その。東京から帰んないといけなくなる、このままだとっていうので、もう、この一千万がないと、俺は。その、東京に負けてしまうみたいな。はいはいはい。東京で戦う軍資金がいるって思って、これ、マジ勝たねえと、やべえなみたいな、もう、俺、手のひら返して、怨念がざすみたいな。俺が、俺がやってんだ、俺が、か、まっ、進みたいな、俺も絶対しよしっすね、みたいな、もう、入っちゃってる、すきもち。 月 <laughs> <laughs> そっからもう急にツイッターとかで「サイファーないっすか?」とかっつってもうなんか若い子がやってるサイファーとかに行ってもなんか今の MC バトルとかをちょっとこう考察しながらなんか、はいえー、ちょっとこう自分のなんか眠ってたこう MC バトルの筋肉みたいなのをもう一回鍛え直してなんかバーってバトルサミット出てでもうミッションクリアみたいな。 かったったた感じだったですねなるほどす、ね、もう結構今この中ですげえ話したいことめっちゃ出てきたんですよトピックがちょっと一と戻っていいですかはい、はい、まず大人に騙されそうになった大人は結構そうっすねなんか俺そのなんかやっぱ目で見たものしか信じない分見たものに結構持ってかれるから<ー>なんかやっぱその見せ方がうまいっすね東京の大人はなんかあたかもそんなふうにみたいなのがすごく多くて。 でなんかもう誰信じればいいか分からなくなるとなんかその本当の仲間も勘ぐっちゃうから人間関係うまくいかなくなっちゃうじゃないですか。確かにでなんかそれで結構勘んぐんなくていい仲間とかも勘かぐっちゃったりとかしてすげえよくしてくれた人にブチギレちゃったりとかもしてなんか俺急に携帯録音モードにしてそいつのところに行ってちょっと契約書目の前で破ってくんないっすかみたいな。 いいいきなななりっっすすよ意味わかかんないじゃないですかあっち <laughs> 普通に仕事してた人でみたいな<ー>でもなんかその他にいたなんか怪しいやつらとまとめて俺がそいつのことを勘ぐっちゃって<ー>なんか普通にこう綺麗に仕事してたなんかそのよくしてくれてた人も<ー>ちょっとポンさん見てたらごめんなさい、ま <laughs> あったらまた合いますごめんなさいちょっとなんかそんな感じになったりとかもあったっす,マジっすかかえなんかやっぱ 黙らされそうになってお金取られそうになってそういうことですか？ってことは。てかなんかそのうん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 って話聞いてでなんかこういう話があるんですよみたいな周りに相談したらいやこれさみたいな感じで解説されて。 はめられてんんじゃんみたいな分<ー> <laughs> かんなかったわみたいなそのニコニコしながらそんな俺をはめるようなことを言ってくると思ってないからなんかそういうのが何回かあって俺も極端になんかこうガチンってカメモードになりすぎちゃってでなんかそうやって教えてくれる人さえ本当にリアルなのかみたいな感じになっちゃってでも俺は彼らよりも賢くないし東京での経験値がないから今は彼ら の上にくことはできななないいみたもっと勉強しないと持ってかれるみたいな使われるってなっちゃってちょっと引きこもっちゃってみたいなでなんか楽な友達とばっかいてだらしない遊びとかしまくったら普通によれてみたいな「よれてる」みたいなやばいみたいな分かんなくて今まで別にそんな俺なんか全然ラフで楽しかった人間だからいざそういう状況になった時に。 なんか分かるみたいなそのいろんな物事がうまくいかないし、うん、明らかになんかおかしい光景が日常化するへ<ー>なんかそれはそのモラルを確認するためだったらいいけどこれがモラルになるんだったら俺はなんかちょっと違うなってなってその辺からでもなんか酒とかはやっぱなかなかやめれなくて、うん、そのドラッグとかは別にすぐやめるはい、はい、やめるっていうかなんかあんなの遊びだからたまにやるぐらいでいいと思うけど。 レイブ行くみたいなノリじゃないですか。すね、毎日ねえしレイブにみたいな。<laughs> だから、ねね、全然いいけどみたいな酒とかはすげえ身近にあるし。確かに確かに。なんかそのあんまりこうアルコールドラッグっていう風な認識で、俺は酒に対してあんま好きだからその酒が普通に。うんうん、あ普通に酒は好きだっただ。酒が好きだからなんか余計その依存症になるまでやめれんくてみたいな。うんうん、脳みそがマジで死んでたっすね。 そう感じるんだやっぱ。あ感じるっすね。なんか今までその脳みそでできてたことが急にクンってなんかできなくなるっていうか、えー、ガス欠の車みたいな感じになっちゃうから。どういうことに集中したんですか、ラップっすね。やっぱラップラップっすね。えー、俺マジであの時期とかにそのまあなんか鬱もあったと思うんですけど、結局なんかいろんな要因の、ね、なんかそのみんなの曲聞いててよくみんななんかこんな トリップしててる状態で曲作っんななみたい俺全然ラップできないんだけどみたいなその白布じゃないとみたいな今は別にラフじゃなくてもラフだろうと関係ないけどんかそのその時はもう全然分かんなくて今となればんかみんなやっぱいつだって準備できてんだなみたいな感じなんですけどその時はもうんか今まで自分ができてたことが急にできなくなってたから正直バットもめっちゃ入るしそれ受け入れらんなくて。 露出もしないしで一人でんかやさぐれていくからんかファンにもすげえ申し訳なくてんかその「大丈夫っすか?」とか言いたりとかするけど「いや俺が言いてえわ」みたいなそうね確かにねそうっすねっていうのあったっすねアルコールねアルコールは危ないっすえ結構もうずっと飲んだんですか 枕元にヘネッシーボンみたいな、うん、金がなくなったら徐々にレートが下がっていくる。負けを取る。<laughs> そういうことか。じゃあ徐々に下がっていくっすね。<laughs> でも常に酒はあるんだ。枕元で。酒があった。寝起きで飲んで寝るまで飲んでたっす。マジっすか。そうっす。うわしかもコロナだから外出れないですもんね。コロナだから外に出れないし、はい、その店で飲むっていう習慣もなかったじゃないですか。そうね。うん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 。そういうことか。 ずずっっとと飲飲んんででるみたたいねねすもう内臓が酒に浸かってるみたいなジョージだから体調も悪いっすよねあ<ー>やっぱシンプルに、ね、だってほぼ調べてないってことですもんねそうっすねでほぼ覚えてないっすだからその頃のことはあの記憶がもう そのレベル記憶力も超低下してて2日3日のことも覚えてないみたいなマジ今日昼何食っとっけみたいなはい夜とかに急にやばくないっすかそれ確かにそれはやばいわやばいその状態で MC バトル勝てるわけないじゃないですか確かに確かに確かにそうっすねだからずっと断っててみたいなはい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 んか1か月ぐらいちゃんと自分に時間を作って望んだらいけたからマジよかった良かったすねえその期間お酒も抜いたんすか覚えてないっす抜いてなくねみたいな <laughs> そうなんだ覚えたちょっとは抜いてると思うんですけど 1>, <ー>なんか1週間とかちょっとはさすがに抜いてると思うんですけどはい、はい、サミット終わってからもしばらく続いてたんであ,あそうだったんだ。本当今年の 春ぐらいまで続いてて冬明けみたいな、えー、長かったですんまあ大体2年なんだろうなと思ったっすねなんかそういうしんどい時期とか、はい、ああでもそれは結構あのいいかもしれないその覚えておくのいいかもしれないですね2年しんどい時期があるってそうですね結構今しんどい人がいる時代いると思うんですよね、はい、中には2年でいけたっすか2年でいけるっす、えー、でもその抜けようとしないとダメっす 何か,、ね、かその場所を居心地がいいって思ってるのはただの錯覚だからかそのなんか俺はその時挑戦することもめちゃくちゃ怖かったしもうすぐに挑戦してる状態でそれがなんか仕事になってるのに挑戦することができなくなると俺は仕事ができなくなるから金もなくなるし全てが。 なななくなってしまうじゃけどいいい、はい、んかその別に社会とかで働いててもしどうしてもそういう状況とかになったらもう超バックれちゃっていいと思う俺はなんかあの時になんかあんまりこう連絡くれなかったやつとか。 別に今俺元気になってから出会っても全然楽しく遊ぶし、うん、なんかその時に連絡くんなかったからとかっつって恨んだりとかしたやつもいたけど、うん、普通になんかそうなってる時の自分に何言ったって無駄だって周りも分かってるから、うん、その、うん、なんかあえて言ってこないみたいな感じだし逆になんかその時ズブズブになってるやつとかは引っ張られると思うし<ー>やっぱり、ね、かだからなんかその自分で距離取ってんだからなんかはい、はい、その孤独って とかではないから、なんかいろんな方法を試して。ただ、俺は抜けた後に一言言えるのは、やっぱみんながいてくれてよかったなって思う。から、一人で抜けるのはすごい大変だと思う。そうですよね。え結構ヘルプしてくれたんですか、やっぱ、周りのみんなとかも。周りは結構ヘルプしてくれたですね。<ー>だから、なんか覚えてるっす。ああ<ー>。<laughs> なるほどっすねめっちゃ重要っすねそれは、ね、重要っすね,なるほどねまあでもバトルサミットはやばかったっすねそうですね普通にそこに戻っちゃうんすけどでもまあ俺はもうあのバトルサミット行けなかったっすよああそうなんですか行けなかったんすけどまあ動画とかも見てて、はい、やっぱジブルさんのジブルさんとの試合はもう伝説っすよねああありがとうございますあれはねやばかったっす俺も正直、うん、あれはたまに見るっす すかそれこそそのパッキパキの状態のこここの日勝たなきゃ何もなかったんだから今に感謝しないとみたいな時とかにめっちゃモチベ上がるっすねそうっすよねなるほどっすねいやでも結構まあ他の番組とかでも話してると思うんですけど俺結構好きなとこ何個かあってまずあのジブさんが赤サイドだったじゃないですか全部赤にして燃えさせてやるみたいなにアンサーで消防車119番みたいな。 ね、そのアンサーとかもふわーみたいなであれ無意識す,すぎるで俺だってあの動画で見てなんかそのコメント欄とか見るじゃないですか「渋、うん、さんが赤なのに対して」とか言ってて「あ赤コーナーだ」みたいなあそういうことっすかうライムがそのしやすいから「119番呼べ救急車」みたいなそれがなんか偶然意味も通っておまけになんかその赤コーナーだったからなんかすげえバチって目立っただけで別になんか そ,の多分そんなに余裕な何な何なか赤コーナーだしみたいな <laughs> 全然余裕ないそう,なんだそうそうえー、えー、でもあれは青い地球の黄色い主人公これは自分の青サイズだってのは意識してたいや全然関係ないです関係ないっすかそうなんだあ,あれはなんかそのちょっとバトルサミット前ぐらいになんかそれっぽいワードが出ててなんかその 青い地球の黄色い主人公みたいな,なんかそのまあタイミングで使えたらいいなぐらいのなんかやつがちょっとにゅるって出てちょっとなんか指摘でいいなみたいな,思ってなんかタイミングでそのいい感じに使えないかなとかって思ってたら多分その時に,にゅるっと出てみたいなニュルッてたんで多分そのまんま使ってみたいな結構その時の自分はその時の自分なんで思ってるよより多分余裕ないんですそうなんだ。なんかもう相手が言ったことを聞いてで こここうこうこうみたいな感じで頭が回っていっぱいなんかそのかまじいみたいに引き出し開けて、うん、でなんかちょうどいいやつを調合してワンバースボーンって相手にぶつけてまた相手の話聞いてみたいなの繰り返しだからそんなになんかへえそうなんだだから結構ずっと相手の目を見てるのとかもその目を見た方が相手が言ったことを覚えやすいから、はい、あそうなんですかそっぽ向いてると別に聞いてないじゃないですかまあ確かに客の方とか向いてるんですねだからなんか相手が言ってることに返したい時はなんか目を見た方がそのか 感情も伝わるしなんか。は,はい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 。その言葉だけじゃなくて、そのこの言葉を使ってこういう思いを伝えたいみたいなのが。目の方がわかりやすいから、なんか基本目見て話聞くみたいなうん、うん。なるほどっすね。だからこうやってみ見てるんです、ね。あ、そうっす、全然なんか睨んでるとかじゃなくて。はいはい,はいはいはい。まあ睨んでるけど、普通に。その。<laughs> まあもう、まあモードそう。ねモ,モードだけど、なんかそういう感じでいるっすね。 そうだったんですねうわめっちゃ深いこれでもバトルって人とかめっちゃ覚えてるとたいいんじゃないですか目見たらやっぱ入りやすいんだうわそうですね人によるともうなんか,そ,うかその持ってかれすぎる人とかもやっぱいるじゃないですかああそうねそうねプレッシャーとかねそう俺はマジでその普段人の話をあんまり聞かないから <laughs> そのなんかそういうモードに入んないと人の話を聞けない <laughs> あ<ー>なんかちゃんと目を見て相手が伝えたいことを聞こうとしないとーん基本ふーんって感じなんでなるほどっすね だからバトルの時はそういうことか。なるほどね。いや俺もうだって俺これでうわ青い青サイドで青いしでね黄色人種で黄色い主人公。<laughs> スケールあそこまで全部考えてやってんのかって思ったけどでもやっぱそこのパンってハマった瞬間ってことだったんだ。だと思うんですね。でもやっぱその熱と何て言うんですかなんか俺あれ,あれ見てるんですよあのブルーロックブルーロックブルーロックとかで何か言ってるんですよ。やっぱそのなんか何だっけフロー状態に入る時はいい,い感じの挑戦と。 周りの熱がどうのこうのみたいな。はいはいはい。そういう感じなのかなっていう。ああ、確かに。 バトルサミットっていうこんなクソでかい大会の中でジブさんっていう大御所の人がいて、はい、でこう自分がね若手代表みたいな感じで戦ってて、はい、そこで今まで準備したことがパッて入ってはまってこの伝説,的に伝説的な試合になったみたいなあーって感じはするっすねそす全てが整って多分ちょうどよく確かになって感じでもコメント見ててとかもやっぱ結構わこの構図が最高すぎるみたいな、うん、準決勝で大御所が若手 若手が大御所を倒して優勝するみたいな、はい、この筋書きが完璧すぎるみたいな話をしてて確かにと思って多分バトルサミットっていう特殊な場所がその状況を生み出したのかなっていうのはって感じはするんですよねドラマティックですねドラマティックですねえでも1000万ですよねあ,あ待ってその前にその前に最後のあれはフリースタイルの曲っていうかあのビート流して言ってたじゃないですかあの今の国は何だっけ書いてるんですかここに「病んでる病んでる日本」 あ,そうですね、あれはなんかその曲にしようかなと思ってなんかそのメモで多分書いてたのをあ,ううあのフリースタイルの時に思い出してみうあの時が一番カラッカラなんですあのもう優勝決勝でもう一段落してるわけじゃないですかうわっしみたいなタイミングでさあともう。 回ラップしてくださいみたいな感じだから「ああ! <laughs> あ」みたいな「はいはいはい」みたいなでさっきはねなんかその誰かがい <laughs> るからその成り立つみたいなモ <laughs> ー,ードのラップをしてるからかキャチンって切り替えてなんかその普段のなんか一人でやってる時のフリースタイルをするわけじゃないですか <laughs> そうですねそれで多分なんかあの前の日とか多分なんか近い日に曲にしようと思って言ってたりとかちょっとフリースタイルで出てって感じだったと思う <laughs> そういうことか病んでる日本みたいな病んでるっす めっちゃ感じるっすかやっぱ感じるです。などういう時にそれ感じるっすか。乗り悪くねみたいな。乗り悪くね乗り悪くないみた確かに確かにそういうことか。えそれは何どういう時に思うんすかやっぱバトルとかラップのシーンってこと？あいや俺はなんか普通にその地元まあラップバトル MC とかもなんか明るいやつ少ないっすね。あそうなんだ。って感じはする。へえ。なんでなのかな。で結構みんなその最近もなんかいろいろなんか。 会う人とかは、もう明るいやつばっかり、になってたから、あれだったけど、なんか最初の頃とか、いや、まあバ、ばん、ばななのかわかんないけど。なんか、やっぱ、その、ちょっと、おっちゃんたちがすげえ、ピリついてるみたいな。不良っぽい現場の時とか、なんか、その、すげえ、絡みづれえみたいな。感じはあったっすね、だから、すげえ、最近は同世代の、子が、よく、その現場が。 バトルで一緒になるから、話もしやすいし、うんうん、最近どんな曲作ってんの。とかなんか、その、どこで遊んでるみたいな、前までやっぱなかったから、<ー>その。全然、今の方側結構、あ、みんなノリとか。え、な <laughs> はい、そっか、そっか。え、その時はやっぱ、当時はその、やっぱバトルサミットに行くまでの、この、やっぱアル中だったこととか。はい。上京して大変だったこととかも含めて、の、リリックもあったんですか。やいや、あの頃のリリックは、本当に正直、今まとめてて、あの、<ー>その時は、もう本当に。 全然なんかリリックが出てこないぐらいもう脳みそがだめだったんで今やっと調子を取り戻してきたんでそのちょっとずつなんかその友達に会った時とかにその時の自分の話とかを聞いてなんか思い出したやつをなんか言葉にしとくみたいな記憶をなんかあるじゃないですか「ワンピースのあれ的な感じでその,その時の友達に会ったののいろいろ集めてるなるほどですね。 そういういことかえでもやっぱ変わるっすかだって1,000万じゃないっすか結構の大金じゃないっすか、まあ、税金とか持って帰るかもしれないですけど、はい、結構なお金っすよね結構なお金っすどうっすかやっぱ変わったっすかえっとなかったっすえなんか俺そのせっかくこんだけお金持ったし、はい、なんか今まで我慢してた、うん、今自分ができるお金の使い方とかでちょっと金銭感覚が狂んない程度にいろいろ買い物したりとか。 なんかこう派手にバーンってやってみたりとか,なんかその仲間とめっちゃいい寿司食ってみたりとか,なんかそういうのいろいろやってみたけどなんか結局その鬱は続いてたしだからなんか鬱の原因も金じゃなかったしなんかそのただできることの選択肢をめちゃくちゃ増やせたから。なんかその 出会える人も一気に増えて、なんかそのアイデアとかが形にしやすくなったし、そのスピード感もやっぱりお金があると前より早いから、なんか絶対に必要不可欠なアイテムだなって思うですね。<ー>マニーを。なるほどですねあ。でも結構意外だったっすわ。あ<ー>なんかめっちゃ変わったのかなみたいなわもう。 完璧ですみたいな人生最高みたいない<や>感じあるからみたいなあれはなんかその東京で生きるための軍資金って思ってできた金なんでそ<っ>なんかそのフレックスするんだったらやっぱヒット曲でそ<っ>かなんかそのちょっとおかちまちとか行ってかか <laughs> 買ってみたいなぐらいのことやりたいから <laughs> まああこんぐらいでいいからバトルの賞金だしなみたいな感じはあったっあっそっかでもなんか確かにそのなんかやっぱわかんないですよわかんないけど。はい 多分ほとんどの、まあ、今の若い子のラッパーとかで1,000万入ったら多分とんでもないスカイすると思うんですよああだと思いますよ、ね、意味わかんないことになると思うんですよね、はい、でもなんか見てる感じそんななんかもうバグってる感じでもなかったからだだら俺1,000万受け取る前にもうバグってたんでその1,000万のタイミングでそのバグを直したかったんですよ、はい、いや逆にねもうお金のことを考えずに東京に入れる時間は貴重だからそういうことかその今のうちに自分をもっと修正して何が目的なのかっていうのを正したくて。 なるほどねだから機材と時間を買った機材と時間とって感じですなるほどねへえでもんか結構俺的にやっぱ1,000万で結構全然変わってるくるのかなって思ったから結構意外だったっすよ何か1,000万確かに何かその変わるって言われてたし俺もなんかそのなんかこっちに来ていろんなバイトしてて俺そのあっ こっちでもあ,あそうなんか金があのそれこそバトルサミット出る前ぐらいにもうつき始めてやべえやべえみたいな音楽だけで食えないっていうのでなんかその友達の紹介で銀座のなんかその社長が飲みに来るなんか半会員セーバーみたいなへえそういうなんだママさんが すげえなんか昔こうキャバでボスっててみたいなキャ, <laughs> キャバじゃないクラブ,クラブで <laughs> 銀座だから <laughs> クラブでボスっててなんかその頃のめちゃくちゃなんか太客がすげえ来るみたいな <laughs> だからなんかそのみんなの話を聞いてなんかそのちょっとこう。 グラス洗ったりとかしてるだけでいいみたいな下地に <laughs> の期間があってその,その頃にに何かいいだけ金持ちの話を聞いてたから1,000万程度で金銭感覚狂っちゃったら俺こいつら超えれないのみたいな<ー>なっちゃって。そそれでちょっとなんかその バイト先にもなんか1,000万入ったらちょっと辞めるつもりでいてみたいな感じのことを言っててでまあなんかその辞める前とかにいろんな人最終的に話なんかその辞める前に会いに来てくれて話聞いてみたいなやっぱなんか全然その1,000万ぐらいじゃあんまり変わんないかなみたいなそのっていうのはあったその仕事の使い方としてその贅沢はめっちゃできるけど俺 もともとそんな裕福じゃないから<ー>その1000万使ってじゃあなんかこんな派手な遊びをしようぜってなって多分すスッていけないああ感覚的にもねまざわ、ね、感覚的に45、はい、万とか一気に使ってこういうことしようぜとかはい、はい、そういうのってなんか仕事になってないとあんまりスッて使えなくてそれでなんか別に狂いすぎなかったのかなみたいな、えー、なるほどねでもそれは良かったかもね良かったっすめっちゃ良かった絶対それだとね 狂っちゃう人も絶対いるから狂っちゃうで10代とかだったら俺も狂ってたかなあそうかもね確かにそうかもしれないですよねいや10代だったら俺も多分狂ってるだろうな1000万入ったらだって無限に金あると思っちゃうもんなそうっすねだからなんか俺そのバトルサミット終わって、はい、その鎖カフェで打ち上げみたいな感じがあってでまあなんかその呼んでくれてあのパーって行ってみたいな「はい、でおめでとうみ」みたいな「やざっすみたいなでリッキーさん来てブラ、えー、ンあみたいな「<laughs> お前やばかったな」みたいな、ね <laughs> 1000万何使う決まってんのみたいないやまあ,あれもなんか普通に地元その時は地元にスタジオを建てたくてでんかその機材とか買おうと思ってるみたいな「うん、バカお前レンジローバー買えよ」みたいな「<laughs> 税金払えねえわ」みたいな。<laughs> <laughs> 確かにそうだよね俺も欲し普通に考えてそう俺も欲しいけどレンジローバーみたいな <laughs> レンジローバー買えよとかっつっていいなその金銭感覚みたいなもうちょっと頑張ろうみたいなそうだよね <laughs> 確かにそう <laughs> だった。一千にそ1万がずっと入ってくるんだったらまあ確かにレンジローバー買えるかもしれないけどもお小遣いだろぐらいの感覚なんだなみたいな <laughs> いやらこっから頑張るっすみたいな <laughs> なるほどね話をしそっかいやでもそっからえどうですかやっぱ実際に、まあ、もちろんお金もやっぱ多分入ったから、はい、音源とかも結構精力的に活動できるうようになったと思うんだけど、まあ、前からしちゃったと思うんだけど、はい、やっぱ自分でもうこっちでタックル、まあ、スタジオとかも作ったりとかしたのどういう感じなんかそのとりあえず1,000万で地元にスタジオを作ろうと思って、はいろいろ動いた結果そのエンジニアがいない。 そのスタジオをずっと管理してくれる人がいないっていうのとあと単純にそのサイクルで見て俺その地元の若い子とかがなんかその先輩とかに気使わずに俺若い同じ気持ち分かり合えるその盾とかない。 居場所が欲しくてその地元にスタジオを作りたいっていうあれだったんですけどいざなんかその自分が仲いい周りの子とかが、うん、なんか実はこっち来ちゃっててみたいなああもう上京してみたいなはいでなんかその使う子たちが全然把握できないしそっかその管理する人もいなくてその時調べた不動産もちょっとあんまり場所がいいのがなくてあ<ー>なんかそのいざ内見するとやっぱ建物とかってっこんなもんだなみたいないろんんなな条件的になんかその もう一から作っちゃうかってのもあった。そのなんか山をなんかこう一部なんか普通に余ってる山をくれるやつがいたから、そこなんか普通に切っちゃって、でなんか友達とかに頼んでなんか。 建物建てちゃえば別にそこでいいかなと思ったけどそうすると全然1,000万じゃ足りんくてまあそうっすよね確かに確かにでなんかその福岡のイベントとかでアクロさんとかと一緒にやった時になんかアクロさんのバックディジャーのなおさんって人とかなんかそういうプロフェッショナルの人とかにもいろいろ聞いてなんか俺の今のこの状況で無理やり作ってもこけちゃうなっていうので最近はなんかどっちかっていうと俺が青森に別にいなくても。 なんか青森から来た人がこっちに来た時になんかその自分が出てきた時と同じような気持ちになると思うからなんかこっちで居場所を作るために一回自分でこっちで上がんないとなみたいななるほどですねだからそっちに金使おうみたいなそういうことかそれが確かに一番いいかもしれないですよねそうですねそうかそうかいやでもなんかわかんないけど俺音源結構これめっちゃ基本的ってものは自分の,あの個人的なあれなんですけど、はいはい、2022年の天聖 あれが結構すごいいい EP であマジっすか俺めっちゃ好きだったんですよあ,あの消える声はいはいはいめっちゃ好きであれがもう本当にその病んでる時期っすよね,ううよねもうなんか声消えちゃうよみたいなどうすんのい <laughs> <laughs> 感じのって感じですね激しいっすねかねうんなんか結構なんていうのあの まあ、あんま比べられてとかすんのやだかもしれないけど、はいはい、ちょっとジュースワールドとか。あ,あ、そうそう。エモ系。ジュースが俺、これ、はい、その音源。 とかの US の入りが Juice であそうなんだそうですもっとなんか US 聞くきっかけになったのが Juice の2018年のなんかオールガールズアザセミとかが入ってる俺あの曲めっちゃ好きで樋口オールガールズアザセいやめっちゃいいっすねオールガールズアザあれのなんかアルバムとかずっと聞いてたからやっぱ始めた頃のラップはエモに寄ってたなっていう樋口なるほどっすねなんかあのスタイルめっちゃいいなあとなんかレイリー とかもうめっちゃ「ースのあそう c すの入ってるじゃないですかあ,す、ねはい、あれやっぱ「ワンピースずっと好きだったんですか「ワンピースはずっと好き俺なんかルフィが誕生日一緒なんですあそっかそ<う>5月5日だ5月5日で「はい、そのワンピースの連載開始も俺らの生まれ年だからあそうなんだ97年だ,97年だなるほどっすねマジゴムゴムのって感じゴムゴムのって感じだじゃ今も結構「もうワンピースずっと見てる 今はいやあんま最新は終えてないですけどああそうなんだはいなんかチェックできるときにさらっと見たみたいななるほどですね今も面白い感じっすよねな,なんかでもあれっすよね終わらせようとしてる感じがするっすよねんなんか終わってからでいいかなみたいな <laughs> もうね確かになんか最終章入るみたいな救済今もはじもう救済してんのかな救済してんのかな そう救済してるんでだからそれがねいつ始まるのかちょっと分かんないけど最終章がどの頃みたいな冨樫先生パターンだそう,そう多分そういう感じ太田さん <laughs> 体に気をつけてそうね結構多分太田さんそうっすよねワンピースはマジやばいですもんねやばいやばい, <laughs> いや俺なんか一時期鬼ヶ島に入ったぐらいに一回やめちゃってあ<ー>でも今また見始めて 結構おもろいから最終章楽しみだねあの辺で多分んか最終章のことをまとめてたんだろうななんかたるんでたなみたいな「わヌ国編」ちょっと伸ばしてちょっと長かったっすよね確かに確かに確かにそれは思っただからそのスピード感の違いが今超えぐいなみたいな急に詰め込み始めてみたいなんか今までこう都市伝説みたいなすれ立ってたもの全てんかこうだったみたいな「えっ急に」みたいな確かに確かに確かにあれに追いつけてないみたそういうことかなるほどねじゃあでもずっと アニメでいうとまあワンピースとかそう,うワンピースとかまあナルトも好きっすね。なんかジャンプものがやっぱ結構好きでジャンプが結構好きでなんかやっぱナルトってなんかその超「だってばよ」みたいな「その感じがいいな」みたいななんか「ふと」「ふと」「だってばよ」みたいな。 だってばよってどういうことなんだろうみたいなそのアニメとか見てると慣れてるからなんか当たり前にだってばよとかって言ってっから普通になんかするするけどなんか日常とかでマジ聞かないから確かにだってばよみたいななんかちょっと時折なんかいいなみたいな <laughs> なんかわかんないけど日本語感もあるし確かに存在しないけど確かにみたいな、はい、音っぽくないですかだってばよみたいなだってばよ確かに <laughs> 確かにだだっっててあれ考ええたたらすすすごいいでよねげななみそう思って確かにあんまなくないですかなんかああいう変な口癖ジャンプでないね確かにあんまないかもしんない結構なんか多分造語はあいつぐらいしかパッと浮かばないほ本当かもしんない確かにしかもメインストリームはそうかもしんないですよね確かに確かになるほどねじゃあジャンプが結構好きでジャンプ好きです毎週見てるわけじゃないんだでも毎週は前まで見てたけど今は全然見なくて全然そうなんだ あのそのバトルサミットちょっと前の EP じゃないですかあれで終わったっ、えー、とに最近出てるやつとか結構なんかその明るいというかあれはなんかそのクラブでライブすることが増えて、うん、あ,あのバトルサミットの後に、はい、でちょっと今までの既存の曲だとクラブとかでライブしづらいからなんかその雰囲気に合ったものを作ってリリースしとこうっていうのでうそういうことだった私本当はなんかその あのアルバム組んでサミット終わりにバーンってアルバムを出そうって思ってたんですけどはいろいろ、はい、なんか客演が返ってこなかったりとかあ<ー>まあなんかそういうのもあってでなんかちょっとアルバム組んで出すのは今じゃなくていいのかなみたいな感じになってうそうですよだってファーストアルバムのエメラルドからは出てないですもんね出てないですそうですよねまだセカンドアルバム出てないですもんね今ちょこちょょここなんかその さたいななて曲を作りながら <laughs> とりあえず一回でもミックステープとか出してみたいなと思うんですね。俺こう,いうのやってみたんだけどみたいな。好きなみたいな,な,な,たいなちょっとなんか交流したいですとの自分が止まってる間に一方的に多分その昔の曲ばっかりファンを聴いてくれてたからかその今俺はもう超変わり続けてるからどんどんなんか新しいものを作るそのスピード感の調整を。 したい<ー>自分だけ走ってるとまあまあまあ確かにそうです、ね、感じはするすお客さんがいてとかオーディエンスいての商売ですもんねそうっすね確かにそうかえだから結構最近の曲とか前と全然違うじゃないですかそうっすね「サンキュー」とか「アイシンキュー」とかまあそれこそそのね「ね転生の EP とかも少しずつ変わってて今と最近の曲とか例えば「エイデン君」ってのやつああはいはいはいマニュメントとかも結構ベクトルが違うというかそうっすねはいあれが結構 1,000万入ったからこういう感じだったのかみたいな俺勝手に思ってたんですけどあやっぱそうなるっすよね <laughs>、うん、いやなんかそのクラブまあでもその1,000万のおかげで別にあんま金気にせずクラブには入れるようになったそっ,かそ,っかそっか。だから別になんかその,あの家で別に一人ぼっちでいることもないし場所に行けば友達がいてみたいなでんかいろんな話をして今度何しようみたいなどんどんそのなんか自分の人生が豊かになっていくそのなんか 別に、なりきになったとかではなく、うん、なんかそ,のそういうクラブで普段遊んでる友達とセッションしたら、うん、なんかこういう曲ができて、で、クラブでライブしやすいな、みたいな、リ、はい、リースしようみんなどう、みたいな。そういうことだったんだ。そういうリアクションか、みたいな。いで、いろいろこうなんか見て。うん。でも、まあ、なんかその聞かなくていいアドバイスと、なんか俺もって思うところもあったりとか、いろいろなんか掛け合わせながらみたいな。なるほどっすね。 まあそっかでも確かにクラブでやるんだったらやっぱみんながこうガーッと盛り上がれるリケやつとかの方がそうなんですだからなんかその瞑想期間でもあったんですね<ー>最近はなんかもう俺そのキャッチーなメロディーでめっちゃくちゃハードなこと言ってやろうみたいな感じ <laughs> <laughs> なんでちょっと「エモラップすげえんか悲しいからんなんかそのなんかアルバムとかに何曲か刺さってるぐらいでいいっていうかもっとそのあのあの頃多分別に。 え俺 m モラップ作ってた時とかそんなに世界暗くなかったけどうん、うん、今ちょっとこの暗い世界で m モラップ変えてると俺も病んじゃうからうん,なんか明るい曲をもっと作ってみんなで気分上げていきたいなみたいな感じがするはいはい、はい、ああなるほどっすね足りないとかも結構いいっすよねあそうっすね、はい、足りなないとかかも,もろなんかその 年間結局なんか音源の収入とかもあったんで1,000中盤ぐらい3400とかいっていざ税金でなんかすげえ「ああ」みたいなこれが国のやり方なんだみたいなめっちゃ思っちゃってぶっちゃけなんかその年収1,000と7800だと引かれた後の額変わんないよみたいな話そそううななんんだかされてなんかうえそうなんだみたいな。だかからなん あの稼ぐ額を調整してる人たちってそれが分かってるから調整してたんだみたいなそういうことかでもその知識ってやっぱ1,000万入んないと分かんなかったし分かんないですよねちょっと急加速だけどすげえ勉強にもなったなみたいな,、はい、んなんかうん、うん、積み上げて見える景色みたいなあるじゃないですかそうっすね気をつけないと気をつけないと,ないとって感じで結構俺おもろいと思ったのが1,000万なんて仲本の飯代 そうすねこれが結構なんかどういう覚えで書いたのか気になってたんですけど <laughs> これはなんかその結局さっき言ったみたいになんか使い方どうしようみたいなずっとわーって考えた時になんか一番自分の中でまあこれだったらどんくらい使っても別にいいやみたいな,な気持ちいい使い方ってあるじゃないですかそれがなんか別に仲間といい飯食うみたいなそれだったなみたいなそういうことかんか一軒目で俺がめっちゃいい寿司出すからちょっと今日朝まで付き合ってくれるやつはその酒は出してよなみたいな<笑><笑> <laughs> ノリでやると あいつ1,000万取ったら急にか「お前の分出すよ」とか言い始めてさなっちゃうからその同世代はそう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 いうそ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 うかうそ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 のそうそいそうそうそういうそ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 そそ じゃなすかその結局なんか俺その好きな服ってそんなになんか有名じゃないけど、うん、なんかこれかっこいいっすねみたいな話をすると、はい、あそれジバンシーのデザイナーが個人で出してるブランドでみたいな<ー>なんかそういう話を聞いてると結構デザイナーなのかなみたいな。 なるほどっすねそのハイブランドの名前は売り方とかまあやっぱマーケティングとそのなんか見せ方がすげえうめえからなんか服ってやっぱ見せ方で全然見えが変わるからかっけえってなるけど。 店頭で触ってなんかこう着てみてやべえ服だなってなった時ってやっぱ作ってるやつがやべえだけだからあんまりネームとか値段じゃねえなみたいなああ深いなってもちろんなんかいい服はそのどんな値段しても欲しいから高いやつも買えるようなあれでは言いたいけどリックとかやっぱいい服だなと思うしリックはいなんか全然その 着方じゃないですか,なんかやっぱ成金のルイ・ヴィトンのガラジャケット買ってえと思んねんしなみたいな<笑><笑>まあそうですよね,ね確かに確かに確かにそういうのはやっぱあるんで結構なんか、まあ、友達とかにいっぱい聞いて <laughs> なんか自分が好きそうな服売ってる店にいっぱい行くみたいな。どういういいい店最近行ったんですかかここいいなとかある でも言ったら来るっすよねそうよな確かにねそれがちょっとかぶっちゃうからなみたいなところはあるけど原宿で結構いろんなところ回ってる原宿なんだ原宿結構最近回るしええ俺はもう原宿と渋谷しかマジ本当東京行ったことないんじゃないかぐらいあずそうっすよね俺も結構原宿渋谷が多いっすねやっぱそうなんだやっぱそうっす店結構回る店なんかいなんか友達が とか、知ってる人が働いててみたいな。はい,はいはいはい。で、でなんか、その最近新しい、なんか、これまだ売ってないんだけど、みたいなやつかが。ええー、なそれ。普通にええー、みたいな。<laughs> それめっちゃいいな。熱い、熱い,熱い,みたいな。受け取ってみたいな。そういう、なんか、誰よりも、やっぱ、早めに欲しいっすよね。かっこいい服は、なんか、<ー>みんなが着る前に、自分がパって、受け取ってみたいな。あ、はいはいはい、みんな着てるみたいな、かっこいいもんな、これ、みたいな。の <laughs> がいいっす、ね。そうなんだ。え、でも、ファッションとか、昔結構好きだったんですか。ブランド、ファッション。 ファッション自体は昔から結構好きだったけどなんかこっちに来てやっとなんか好きだった服のブランド名が分かったりとか好きだった服を直接見れるそれがめっちゃんかやっぱどうしても地元に売ってる服はいなたいし本当んか分かりやすいとこっていうかラージとかストーシーみたいなスケーターブランドからんかプロクラブとかアップルバムみたいなブームアップ系あのバックチャンネルとかそういうのが結構多かったからなんか。 自分が段その好きなブランドが売ってる店があんまりないから見ることができなくてネットで見るしかなくて服ってやっぱ直接見たほうがいいじゃないですか着たほうがいいしそれでなんかもうめっちゃ楽しくなっちゃって最近とかこういう名前だったんだとか一致し始めて結構楽しいあと好きだけど似合わねえ服とかもあんなみたいなああそういうことか自分で着てみて。そそううだかからなん 似合う服でなるべく好きなやつを探すのが最近楽しいです。なるほどですね、えー。いいっすね。ファッション楽しんでんな。<laughs> ファッション楽しいですね。いいっすね友達がみんな好きっすね。あ、そうなんだ。はい、周りが？周りが結構好きです、ねえー。えー、周りはなラッパー系とかじゃなくて結構ファッションの人が多い？あ、いやなんかそのいろんな友達が本当にいて、それこそでもなんかその。 東京に来て、なんか仲良くなるやつと、類友だと思うんですよ。はい、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 はい。やっぱり、さっきみたいに、なんか、そのパンツどこのすかみたい、なあれじゃないですか、みたいな話できるじゃないですか。その、確かに。わ、わかるから、なんか、その、そういう話とかして、やっぱり、こう、なんか、好きな服の。うん 場所が近いとか確かにやつがやっぱ友達に多くてまだ誰も着たことない服をこういうふうに着たらどうみたいな結構いけてんじゃんみたいな話とかをやっぱみんなずっとしてるそういうことか <laughs> からそれこそあのここにも出てたけどレンソとかレンソとかなんか東京来てから仲良くなって結構遊ぶけど,、えー、けどあそこら辺の友達とかもやっぱみんな服好きでそうだよねレンソめっちゃ好きだから、ね、好きだよねなんか話して楽しいなるほどねそっかそっか おもろいななるほどねえちなみにやっぱそのバトルと音源って全然違うと思うんですけど違うっすやっぱ違うっすよね短距離走と長距離走っすほうえっどういうことっすかちょっと詳しく教えてほしいです短距離あっ長距離走でもな、ね、い短距離となんか障害物みたいなノリっすね、うん、俺はおお<ー>バトルは、はい、とりあえずこう短いあの決められた、はい、このこっからここまでをうん、うん、どれだけのスピード感で駆け抜けるかみたいな どんだけ相手を置き去りにして自分の方がなんかすごかったのかみたいななんかその音源っていうか曲曲はなんかそのビートに音が出てるとことかいろいろあるじゃないですか障害物を避けてんかこうどんだけいいものができるかみたいな感じですねんか曲の方がケツが決まってないし確か自由でいいなってなんか言いたいことが言える別に自分が相手がいなくても。 そ,うっすね、そのてか俺が思ってることを言えるなんか俺がファンと共有してる感情とかんかその友達と普段話してることとかを言えるバトルはお客さんを盛り上げるラップだからなんかそのライブの盛り上げ方と違うなるほどっすね提供するっす<ー>こういうこういうラップがやばいよみたいなはい、はい、バーンって分かんない子が多いっすねうん、うん、そのバトルに見に来る子はバトルが入り口だからその バトル以外のヒップホップのそもそもの前提とかわかんない状態で、うん、プロレス見に来る感覚でバトルに来るから、はいはいはい、はい、なんかそのヒップホップってのはこうだよって教えるよりは、うんうん、その MC バトルのラップをなんかもうとりあえずはまらしちゃって付けたら勝手にヒップホップはまるみたいな。なるほどっすね。<laughs> はい、は,いは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 い。なんかそのヒップホップヘッズを育てる、うん、なんかそのファームになってればいいなって俺は思う。最近の MC バトルはっすよ。 なるほどっすねもともとなんかヒップホップ好きなやつが、はい、コアなとこをなんか MC バトルそのダンスダンスバトル見に行くとかスクラッチバトル見に行くだからノリエ見てた MC バトルがもうこっちまで来ちゃってるから、はい、もうなんかそのラッパーもプレイヤーとしてなんかシーンを作るためにいろんななんかやり方があると思ってて俺はなんかそのある程度も強い強いみたいなことはしまくったから。なんか自分の そのアップデートした姿を見せながら、なんか周りも見てる人もアップデートしていくみたいな感じで、ちょっと今後はバトルに出たいなと。へえー、おもろいですね。なるほどですね。え、ちなみに音源をガツリ作り始めて、うわ、むずいなって思ったこととかあったんですか。むずいなって思ったのは、やっぱりそのフリースタイルの癖が抜けきんなかった時。はい,はい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 。 なんか今はもう切り替えて作るけどうん、うん、その時とかはもうなんか MC バトルずっとやり過ぎてるから<ー>やっぱなんか MC バトル脳になってその出てくる言葉とかもなんかはい、はい、だからあんだけバトルと極端にスタイルを話し,話した音源じゃないと作れなかったんです逆に。ねエモラップとかだからなんかそのバトルっぽいこと言っちゃってんなみたいなのを除外した結果ああいうなんかこう。 なんか悲しいメロディーが多くなったっていう感じだったのでそそううういことなんでですすねね最近はなんか結構切り替えてやれるからあれだったけどマジでなんかむずかったですね当時なんか「これバトルで言ってることと変わんねえ」みたいなライブの仕方とかなとかメロディーが別気持ちよくないとかって別楽曲で聴く必要ないからなんかそのバトルでいいしなみたいな言ってることが一丁前でもあるかっこいいみたいなけなんか音にはまってないこれはバトルだなみたいな。 その曲だったらちょっと気持ちよくないみたいなのがすげえ大変だったですはい、はい、なるほどねおもろいななるほどえ曲書くときに意識してる,ことあるんですかかっこつけすぎないあの<ー>リアルでいることはい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 はそこなんだそれこそなんかその自分がしんどかった時期とかにうん、うん、そのかっこつけたリリックをめっちゃ書いちゃってうんなんかその 自分であとから聴いて何でこいつかっこつけてんなみたいな <laughs> なっちゃってたもう何かそ,その曲とかはやっぱ聴きたくないし聴かしたくもない<ー>だからなんかそういうふうにあとバレるし嘘はうん、うん、俺も今まで散々なんかその人の嘘をめくってきたから余計なんか自分がつく嘘なんてもう誰よりもすぐ分かる嘘だからすげえ分かるじゃないですかあ,<ー>あ俺嘘ついてんなみたいな<ー>。でやっっぱそれってもう 何も健康じゃないいからうんリアルでいるだからヒップホップすげえやりやすいっすねなんかリアルでいること確かにヒップホップの音源とかって結構なんか自分が思ってることとかをストリートに言えるというかなんかやっぱリアルでどれだけリアルに入れたやつが勝ちかみたいなそう,そういう価値観じゃないですかはい、はい、ヒップホップって。俺なんかそのちょっと ヒッッププホプ入りたての人とか勘違いしてると思うんですけどその俺リアルでいることって別に悪くいることじゃないくてなんかそのリアルイコール悪いみたいなちょっとスラングっぽいリアルの伝わり方してるじゃないですかけど俺は不良じゃないのにストリートにいるし別になんかそのストリートだからって不良っぽく振る舞ってるわけでもなくなんか結果そのちょっとかじってやってみたけど。 なんか結局ストリートのカルチャーとか,なんかそこにいる友達が好きでいるっていうそこにいるやつのリアルっていうのがそれぞれあるからストリートにいるからって不良にならなきゃいけないみたいな俺はストリート風の格好をしてラッパーになりたいっつってもいい子めっちゃいるじゃないですかやっぱり。でなんかそそののっった金金でなんかとりあえず金作ってその ビデオとか撮ってみたいなのはもう向いてるんだったらやればいいと思うけどそういうのが向いてるやつはやっぱいるから向いてないやつまでわざわざなんかそのリアルっていうのがなんかその何ていうかな,なんか固定概念ですよねその先入観になって悪くないとなんかリアルって言葉を使っちゃいけないとかないからなんかそれはすげえこれからとか今やってる子とかにもすげえんか知ってほしいっすね俺。代の頃に 捕まった友達とか今手紙ででしか会話できててなくて今4年目とかなんですけどやっぱなんかあいついないと寂しいしその出てくるまでなんか待ち遠しい会いに行くしもう出てきたらなんかそのだからなんかそのみんな若い時だからやっぱ目の前のことしか見えてないからその悪いこととかでもお金を作ってなんかそのとりあえずラップドリーム掴めばみたいな感じで焦っちゃうと思うけどそ,のそういうので焦っちゃうとやっぱ。 いない間にすげえ悲しい友達とかもいっぱいいるし、ね、逆になんかロスになっちゃったりもするそいつはもう7年とか捕まっちゃうからめっちゃもったいない20になってから7年。<laughs> うわそれはきついい超やばいそれとかってもうなんかあいつのあいつすげえタフなやつだから結局なんか中で居場所ができてみたいなそれなりに生きてるけどでもやっぱりシャバにいたらもっと俺が楽しく遊べたお前とって思っちゃうしラッパーの周りなんて多分そういう友達ばっかりだからそだからなんか結構、まあ、ちょうどよくですよねみんな生活のためとかいろんな理由があるとうからかあれなんですけどなんか、はい、すげえ最近治安悪いなって思うから<ー>なんか国はすげえ病んでるなって思うはい,はい,はい,、はい。 確かにねねなるほどですねこの番組とかだったらマジでなんかライブ配信形式にしてメタバースで参加がったとかにできてもめっちゃおもろそうですよねなんかあのツイッターのスペースみたいなののなんかもっとメタの中で俺とザックンで話しててそこになんかみんなが見に来れるみたいなポッドキャストやってるみたいなメタバースの空間内とかで。 それめっちゃ熱いなできたらめっちゃいいなって思う生配信俺めっちゃしたくてはいなんかこ,この音質って結構俺なんかポッドキャストだけだと思うんですよ、うん、このこもってるマイク近い感じのミキシングっていうか声のだからなんかそのその特徴だけ残ってれば全然なんかポッドキャスト感あるしめっちゃなんかそれも楽しそうだなって言われなんとなく思った <laughs> いや俺もねめっちゃ配信はしたくてめっちゃいいなって結構配信しないのみたいなふうに言われる人が結構あって。 したいんだけど配信するってなったらこのだけじゃ機材じゃ足らなくてあ<ー>ミキサーとかなつなげるために両方とも入れて、うん、切り替えなきゃいけないからじゃあこのスイッチャーとかあと別でかかってくるからそれはでもやりたいんだよな確かに<当> PA がいたら、うん、そうだからもう本当に俺一人か、まあ、弟いる時は弟で二人でしかやってないからうん、うん、結構もう一人ぐらいいてくれないと結構大変だから確かに今そのレベルまでいかなきゃいけない。 あのなんか短い動画収益化厳しいみたいな TikTok はもう収益化できないですできないんだ0円いくら出していくら見られても0円ああ<ー>300万回0円みたいなは<ー>結構きちん YouTube とかはまあお金になるけどショーツもでもそのもフル尺で出してるやつに比べてって感じっすね、まあ、フル尺で出してるやつはやっぱちゃんとお金にある程度はなるから、まあ、すげえお金にはならないけど、うん、まあメインはスポンサーとか案件が一番大きいかなっていうなるほど <laughs> 今なんか他の方法でちょっと考えていきたいな やっぱメタバースじゃないですから俺も全然あの辺弱いから分かんなくてやっぱでもなんかオズワールドやってるよねあいつとかもため年だけどやっぱそのチームにいるやつがめっちゃその辺の感度ビンビンで、うん、だからなんだでなんかそのいろいろ作ってるものとかそうだよねめっちゃ感じる、ね、な NFT とか作ってるものあ、そうそうそうもうなんか多分意識をちょっとずつあっち側に分けてるそういうことだよ、ね、仮想世界に。 未来見えてんな。うん、俺現実主義なんだよな。あ、そうなんだ。本能的な喜びは別得れないんじゃないかなと思うですね。なんか。仮想世界。ああ、確かに。なんかその人間、人間らしいの定義の違い。はいはい。俺は動物的に人間らしくいたいから。なんかあっちはもう精神的に人間らしいっていうか。メタバースとか。そういうことか。なるほどね。あ、フィジカルな人間らしさってことか。そう、フィジカル。確かに。メタバースはそれ無理だね。メタバースは多分無理だと思うんです。確かに。 なるほどねちょっとメタバースの話してたけど、はい、そっかえー、でもどうなんすかいや、まあ、これからのなんかその今、まあ、アーティストラッ,ラップドリームみたいな話をさっきしてたと思うんだけど自分のラップドリームみたいなのがあったりとかするこうしていきたいみたいなじゃあこの1年なのか長っけなのかなんかその俺ラッパーっぽい目標かはよくわかんないけど、うんうん、とりあえずなんか ビルが欲しいですおかっけビルとクルーザーが欲しいクルーザーってボートってことはいおおその地上に拠点を置き海に足が欲しいですかっそれはラップドリームだねラップドリームだねラップドリームだね5階って最初はもう本当56階だとかの雑居でいいからもう自分の好きなことと好きな友達を詰め込んで なんかそのアパレルとか、まあメもそうだし、そのスタジオとか事務所もあって、うん、で、なんかその日本でタイマーとか解禁したら、そのなんかタイマーとかもなんかこういい感じにこう,うん、うん、なんか居場所みたいなものをすげえ詰め込んだ感じのビル、その服アパレルとかも店の中って結構居場所じゃないですか。確かにスタジオもそうだし、事務所も。うんうんうん その確かに確かに結構なんかいろんな種類の居場所を詰め込んだビルが欲しいなって思ってそこの屋上で一服したいないいっすねこれ建てたな建てたなみたいでまだちょっと低いなってなったらもっと頑張んないとみたいなこれはもうラップドリームラップドリームいいでいやかっこいい友達とも入れるその場所があれば金が理由でんか離れてった好きなだけで一緒にいたやつらを俺の横に なんかそばにいてくれるから確かに,確かに、ね、その俺さえいっぱい金を作ってればみたいな感じですうんうん、うん、いいな <laughs> それめっちゃラップドリームだなラップドリームっす、ね、確かになるほどっすねえ結構これからガンガンリリースする予定もあるんですかそうっすね今年はちょこちょこバトルも出るからあそうなんだそうっすねまだちょっとなんか全部が全部はっきり決まってるわけじゃないけど<ー>とりあえずなんか今発表されてるやつで有明8月の凱旋おいはいはいはいでもなんかそのバトル に出るにあたって、なんかポン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 、そのリリースを、うん。 なんか今用意してるっていう段階でそういうことかあバトルしてリリースするみたいなそんな感じの動きをしたいなみたいなはいはい、はい、おじゃあ今年はバトルも音源も両方とも結構精力的に頑張んないとなって思いまし、ねえー、超楽しみっすね <laughs> ミュージックでもガンガン出してるしね <laughs> ミュージックビデオはそうそうでもちょっと最近のはちょっと滑ったかなみたいな、うん、ああそうなんだあん,あんまなんかおっぱいお尻じゃないなみたいな自分の客層はそんな感じじゃなかったな<れ>あそういうことか俺もちょっとなんかサムネお尻 にしたたら野郎は見るだろうみたいな <laughs> 結構なんかパワープレイでバシーンってやったら <laughs> そんなんじゃないからマジごめんみたいな <laughs> たい知らんけどみたいな確かにいやなんか結構そう足りないもんもそうだしマニーマンも,もう結構今までそういう感じじゃなかったじゃんそうですねだから結構そうまあいろいろやろうわみたいな <laughs> そうだったですね<じ>試行錯誤だったんだそうですねなんかその俺の ン活動はファン参加型なんでそ結構なんか共にうん、うん、共感者なんでどうしてもうそうだよね <laughs> そうですね音楽ってそういうことっすもんね音楽はそういうことなんで確かに確かに俺も共感した部分だけなんかお互いこう成長できたらいいと思うんですね、はい、<laughs> なるほどですね オッケーですってことでまあお尻おっぱい見たい方はね足りないマニーマンはもちろん見てくださいとラあえず、ね、これからもねいろいろ出てくると思うんでね今は結構カマス系のやつだったりとか、うん、そのもっとなんかポップなメロディーでハードなことを歌ってる曲とかもすげえいろいろ試してるからちょっとリリースを待っててください,いやざい よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,すいやー。ってことで、皆さん、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、もしこれでね、初めて見たよって方もね、ぜひぜひ、ソーシャルメディア、まあ、SNS、いろいろやってると思うんで、チェックしていただいてね、まあ、下の方にリンクとかも貼ってあるんで、皆さん、先のチェックも、これからの活動も、応援お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回のエピソードでお会いしましょう。ピースありす。あざす。ありがとうございます。 よしよしよし。<laughs> 最高。<laughs> 最高だった。よかった。超いい。